出したゲーム VTR で振り返りたいと思います。まずは第一マッチのダブルス、こちらは森薗町とそれから木造有信の対戦という形になりました。まあ差はなかったんですけれども、森薗のチキータ、それから町飛鳥のレシーブですね。はい、はい、まあいいところ2人出ましたですよね、はい、フォアハンドとバックのチキータがですね。そうですね、はい。そして第2マッチがワン・ヤンとリピンのまず第1戦という形になりました。まあポイントを挙げるならばワン・ヤンのミス、そこからリピンが流れを取っていったという形ですね。ですね、ワン・ヤンがやっぱりあの落としたというのは大きいです ね。ただワンヤン の、 まあこの第2マッチはちょっとビットにそこまで出ませんですけど、ビットあのカットでもこの攻めるカットっていうのはちょっとあまり初めて私も見るような形だったんで、そうですね、うん、あの後半はもう打球点をまあ落としてしまって相手の回転が呼びにくくしてしまいましたよね、でカットのミスが目立ちましたのでね、はい。さあ続きまして第3マッチは森薗とジャン・ジーワン、これは森薗が、まあ、前回のリベンジ戦というような形に最終的になりました、はい、まあ、よくあの粘って最後まで森薗がよく攻めましたね。そうですね、はい、いやもう何度も何度もジャンが粘るんですよね、はい、粘るしあの流れを森薗が持っていきかけた時にちょっと変えてくるんですよね。そうですね、はい、流れを渡さなかったですけど ね。まあ、最後でも森薗がよく勝ち切りましたよね。そうですね、はい。そして今度は第4マッチは吉田正樹と木造優斗でした。吉田が第1ゲームは取ったんですが、第2ゲーム以降は木造が 3つ取りました。第1ゲームの時はそれほどその木造のバックがあまり出てなかったんですよね、はい。まあ、そのあたりがおそらくチャン・カズヒロ監督の話していた弱気の部分だったというところなんだと思いますけど、はい、あのバックの調子を上げるのにやっぱり1ゲームかかったということですよね、はい。木造が第4マッチにまして、マッチカウント2対2でビクトリーマッチを迎えました。このビクトリーマッチはもうほぼリピンペースと言っていいでしょうね。そうですね、でもまあ大事なところにネットインが 2,3 球ありましたので ね。 そうですね、これやっぱりちょっと流れが、ね、ワンヤンに行かなかったというところもありますね、はい。これでリピンが取りまして、ワンヤンを今日はワンヤンとはですから第2マッチとビクトリーマッチ2回リピンはやりまして